待ってね。やっほー。はあ、ちょっと今部屋が散乱中です。それは映してもらわないと。映さないよ映さないよ。あら、今日もみんなキラキラありがとういつも散乱してる気が。いや、最近綺麗だったんだよ。でもちょっと今お部屋を整理整頓しようと思って、断捨離とかもうそこら中からちょっと引っ張り出してるからもう散乱してますね。カルコメは人間役だそうで何よりです。ん、今日 B チームのスペース聞いてないんだよね。まだ聞けてなくて、今日てかもう本当に追い込まれすぎて、あの昨日2時半とか3時ぐらい寝たのかな。それ前までずっとセリフの練習してて、で、あのもうだめだ、眠い、寝ようって思って目つぶりながらブツブツセリフ言ってたんですよ。でいつの間にか寝たと思ったんですけど、夢の中でも稽古してまして、はっって起きて、え、今何時みたいな、あ、まだこの時間か、あ、夢かみたいな感じでした。あら、リノアさんお疲れがありがとうね。そう、いや追い込まれてるんだけど、なんか逆に今いけるって思い始めてて、でなんか2月が一番やばかったじゃないですか。3つ1週間に入っててうわーってなってたけど、なんか多分それを乗り越えたからかわかんないんだけど、いけるって思ってて、しかもなんかなんだろう、そこまでなんかやばいってなってない。昨日はやばかったんだけど、今日稽古終えてみて、あ、いけるって思ったから、2月の落語の時はいけるなんて一つも思わなかったけど、そうって感じでしたね。で今日稽古終わってから家でちょっとやることあってやって、もう眠すぎて睡眠時間4時間ぐらいで眠くて寝ました寝て、でも3時間ぐらい寝ちゃったんだよ。パッて起きたら21時で、あ、やばいって思って、お風呂入んなきゃって思ってお風呂入って、これからちょっと配信終わったらお部屋の整頓もちょっと引き続き続けていこうと思ってます。でも怖いよね。え、バグった。え、映ってる。この後寝られなそう。寝れる寝れる。え、映ってる。映ってるっていうか私の声聞こえてる、みんな。うん、なんか私のルームね、いきなりね背景真っ黒になったよ。あら、ギフトとかも飛んでるように見えないから
ね、ワイヤットさん虹ありがとう。ちょっとさ、ちょっと更新してみる。ちょっとだけ待ってて。なんか背景があれで何も見えないわ。ごめん。あ、ダメだ。ダメだ。ちょっとさ、更新したんだけど、ちょっとあれだから一回止めて、もう一回ちょっと配信してみる。なんかすごいバグってる。コメントは見えるんだけどって感じ。ごめんね。ただいま、治んないわ。治んないし、テロップもちょっとやってみたけど出ないから、多分治んないわ。ギフトが全くその飛んでるのが分かんない。ただタイムラインには映るっぽいから、ちょっと確認ミスだった。ちょっとごめんね。こんばんは。え、テロップはちなみに出てます？今ちょっと書いたんだけど、イベント参加中ですって。あ、出てる、よかった。カニランク1位おめでとうございます。え、何？カニランク1位？どういうこと？あ、こちら問題なく聞こえてる。あ、じゃあいっか、じゃあいっか。ただいま、ただいま、ただいま。ごめんね。急に話し方変わったと思ったら姫の場所に飛ばされてた。なんかね、ちょっと今変なんですよ。だからちょっとあれですね。止めたんだけど。よくバグる。バグっちゃうね。確かにラジオ開放したらさ、どうなるんだろう。ちょっと私でも今黒いテープ貼ってんのよね。落ちましたね、イエーイ。黒いテープからこんにちは。落ちた、落ちた、落ちた、落ちて落ちて、今ちょっと戻ってきたら背景戻った。すごくない？こんばんは。眠い。眠い。ちょっとこのままでいいじゃん。ちょっと。あ、すっごい愛してるだって。愛してね。ありがとう、リナさん。久々じゃない？久々に
配信この何映像のやつにしたわ、通常配信。だってさ今すっぴんだもん。いや23歳すっぴん、散らかってないところが映っているのですかね。そうカメラオンになった。そうなんか背景なんかショールームバグっちゃって、なんか一回止めて更新もして、更新っていうかやってみたけどそれでもダメで、なんかカメラ映したら治んじゃねって言われて、やってみたら一回落ちて、で戻ってみたら治りましたあらリナさん可愛いまでありがとね、イエイエイ昨日ね眉毛ちょっと脱色したからいい感じなんですよ、色味がちょっと薄くなって眉毛メイクもしやすくなりました。相変わらずの可愛さですねとんでもねえ顔しちゃったとんでもねえ、もう必死です。カルコメカルコメ必死よ。あらヘラヘラ足ありがとう。カニの足、カニの足のブロック痩せました。痩せてないと思うよ、体重計乗ってないです。頑張ってくださいだって。なんどれをどれお題、ボイスとイケメンだった本当。でもちょっとさ会場が地下だったからか分かんないけどちょっと声ガラっちゃったよね。あと軽米で声を張っているためちょっと喉ガラガラしてます今そう顔出し記念顔出し記念。でもどれぐらいぶりなんだろう。明日のスペースも楽しみにしてるね。明日19時半ぐらいなのかな、わかんない、それぐらいからあのカルコメのスペースあるんで声張りますね。でもなんかまだなんか掴みきれてない、探り探りやってます。でもななこさんがさツイッターに、ツイッターって言っちゃう、 X に飽きてたじゃないですかってその状態まで行ってない行ってないです、その状態まで。25分頃、あ、ほんと明日の19時25分頃からカルコメの、X のアカウントで多分やります、スペース。はい、カルコメでどんだけ暴れるのか楽しみです。そう、ほんと頑張っちゃうね。こんばんは、超久しぶりに来れましたって、イエイイエイ。でもさ話変わるんですけど、獣フレンズの舞台に出演させていただくじゃないですか。そう、日野と共演するって前回の配信でも言ったと思うんですけど、それでこうね久々に私見るっていう方もいらっしゃると思うんで、なんかこれで舞台の楽しさとかなんか伝わればいいなって思ってます。 A はもっと遊んで B はもっと真面目にやってみたいに言われてましたね。マジでも今日兄さんに言われたのはなんか安藤さんちょっとふざけれるようになったなりましたねみたいな、なんか余裕がちょっと出てきたんじゃないですかって言われたの。余裕なんて1ミリもないし、ふざけてる気もないから、え私ふざけてないです、超大真面目にやってますって言ったら、じゃあふざけてくださいって言われたでもさ私さ特に本当にあここちょっとやってみよう、ふざけてみようみたいな思ってやってないの、今のその稽古の段階で。でもなんか兄さん笑ってくれるんです、優しいよね。桃代さんも昨日のスペースで曲位は
声を張ることって言ってました。あ、本当。さあ、キモフレおめでとうだってありがとう。キモフレはアニメ見てたから作品的には見に行きたいんだよな。そうね、見に来てほしいですね。なんかそうね、なんて言ったらいいんだろう、見に行きたいって思えるようなものを作りたいと思うよね。どのお仕事もそうだけど、なんか見に行きたいけど仕事が、見に行きたいけどな、でもな、だとさ、完全にさ、そそられてないってわけじゃないですか、ある意味ね。本当に見に行きたい、行きたいものって何が何でも休むし、そう、ガチならね。だからそう、ガチになれるような、みんながガチになれるような作品を作りたいってどのお仕事でも思ってます。アマプラで獣フレンズアニメ見たら無料が1話だけだった。あとは D アニメストアとかじゃないですか。でもあれ、いつだっけ、無料で見れるみたいなの公式が発表してましたよね。天然で面白いのが最高だって、ありがとう。 B は台本通りにやれって言われてました。あ、極意っていうものね、ありがとう。そんな感じです。前髪切りたい。見に行きたいからこそ仕事とバランスを考えていく日を決めてます。そうだよね。なんかさ、難しいよね、難しいなって思うの、こういう、なんだろう、オタ活っていうの、ファン推し活でさ、なんかこう伝え方も難しいんだけど、人によってこうレベルがあるじゃないですか、好きのレベルとかさ。そう、それは種類もあるしレベルもあるし、だからこう、あ、難しい伝え方。どんなにその子をこう応援しようと思ってても、やっぱ他に好きなこととかさ入ってたらさ、そっち行っちゃうじゃんね。それはもうレベルじゃん、好きのレベルじゃん。で、好きの種類ってこう、なんだろう、見返りを求めるタイプとかさ、こう、なんだろう、求めないタイプとかさ、そういう種類もあるわけじゃないですか。難しいよね。だから、あら、ナチュラルさん、カニの足ありがとう。カニの足、この白い部分好きなの、付け根。昨日もちょっとちょろっとだけ言ったけど、意外と身詰まってるんですよね。髪伸びたね。そう、髪の毛伸びたんです。大変なんよな、楽しいけど。そうよね、いっぱい応援してる人がいると大変よね。なんかね、大変だよね。それはすごい見てて思う。カラカル役は誰になるんでしょう。どうなんだろうね。力の出るものは優先度高めでやらせていただいております。ありがとう。ありがとう、それはめっちゃ嬉しい。ありがとうね。ワインは仕事に支障が出ない程度にいっぱい人に会いに行って、会えたところに他の趣味やってますね。え、だからさ、私もさ、いろんなね、アーティストさんとかさ好きだけどさ、現場には行けない、なかなか行けない意味じゃないですか。だから現場には行けない人の気持ちも分かるの、分かるし、ね、そういう時って、え、どっからファンなんだろうって考えちゃうよね。前も多分話したと思うんだけど、そう、
体が3つくらい欲しい。あと宝くじやってたね。宝くじやってた私も。どこ行っても数絞れって説教される。全部大切にしてたらいいんじゃない。なんかどっかをおろそかにしちゃうと、あの、え、私はってなるわけじゃないですか。なんかおろそかにしなきゃいいんだと思う。好きを増やしてもさ。でも人ってそれをできない人が多いじゃないですか。なんか好きを増やして順番つけちゃうから、そう、順番つけちゃうから、その順位がさ下の方になっちゃった人ってなかなかこう現場に行けなかったりとかするじゃん。だからその子には不満はたまるしさ。推し増やすんだったら平等に行けばいいんだと思うって最近思い始めてる。私は言ってるじゃん、他の現場行ってもいいよ、他の人のところ行ってもいいよ、でも私のところにも帰ってき、私のところに帰ってきてくれたらいいよって言ってるから。応援したい人が、応援したい人と見たい作品が重なると理想的。確かに確かにそうだよね。宝くじってさ当たんないよ。私もさサマージャンボ買ったんです。お父さんも買ったの。当たんなかったですねそう、今度イリスガチャのフォトブック持っていきます。おお、ありがとう。ハロウィンジャンボはいいかな。ハロウィンジャンボはいいやあ、ちょっとマツパしてちょっとひりそっちゃったけど、ちょっと見て、聞いてよ。ちょっと待って、爪映ったからちょっと言わして。あのさ話変わるね、ごめんね。あの私金曜日土曜日かな、あいつだっけ、にネイル入れてたんですよ。入れてたの、入れてたと思ったの私。でも入ってなかったの、予約できてなくて、って思って。ただスケジュールに何時から何時ネイルって書いてあっただけで、予約を自分が取ってなかったの。美容室でも前やったしさ、やばくない、またやっちゃったの。でも聞いて、あのね、ここの、あ、やばい、ちょっと映し方、ちょっと ここの右手の中指が折れちゃったの。パキッてなっちゃって爪がすごい短くなっちゃってたから、いいやって思って、あの今フリーです何もしてない。もう爪短くしてネイルするとさ、なんかこう映像じゃ分かんないんですけど、爪がねダメになるので、新しい爪が今3分の1ぐらいまで生えてんの。あとはもうここはネイルしてた時の爪なの。だからもういっそのことネイルやめるか、でも爪可愛いとテンション上がるという気持ちが分かったから続けるか迷ってるの。ここまでだって普通の爪が生えてさ、もう今取っちゃってるわけじゃん。で薄いのよ、折れやすいの、割れやすいの。だから折れないためには、この残りの3分の2が折れないためにはネイルを して爪を頑丈にした方がいいんだけど、でもそうすると同じことの繰り返しになるんだよね。さあどうしようって思うよね。セルフネイルに変えるか迷ってるんだよね。セルフネイルのやつ一応買ったんですよ、ライトも。前ちょっと持ってたんだけど、それがちょっと古いし、なんかあんまり効き目感じなかったから、ちょっとライト変えて、ベース系のやつも買ったから、ちょっと自分でネイルしてみようかなと思うんだけど、迷うよね。やば、
トイキーさん出張中で上司と酒を飲んでましてギフトぶん投げときます頑張ってだって。ん？どういう理由だろう。ありがとうなんだけどさ、カニの足。おもろい理由が、出張中で上司と酒を飲んでテンション上がっちゃったからギフトをぶん投げときます、はいイベント頑張れってことでしょ。要約すると。ありがとう、頑張る。カニの爪で強くしてください。いや、カニの爪ってさ硬いよね。そういえば今日月見ました？見てないです、見てないです。18時から21時まで寝てました。ほんと月綺麗なの、マジ。視聴できない代わりってことでは、あ、そういうこと？そういうこと？月が綺麗でした。月が綺麗でしたか。ほんと。読めねえや。十五夜？あ、十五夜なんだ。あら、たくみくん、足。誤解される。これはちょっとダメ。カニの足ありがとう。なんかお酒の勢いでギフトを投げはどこかで聞いたような、私のルームの恒例ですね。もうみんなね、なんかどっかしらなんか言おうとさ、なんか今ちょっと気分いいんでみたいな、お酒飲んじゃってちょっとギフト投げちゃったみたいな、で給料じゃない、あの明細見てさ、えみたいな、えカードの履歴見てみたいな。そういえばここのルーム酔っ払うとタワーが立つルームだった。そうなんですよね、怖いよお酒は。こちらは見えないでよく見ておいて。嘘、見えるの？なんだ、中旬の目つき、大昔なんかお礼とーしてタワー投げた記憶ある。絶対あるよ、私のルームのみんなは。何かしらタワー投げてるもんだって。名月、名月か、その時も何だ、中秋の名月。へえ、次の那須穂も無理かな。いや、スタンプ1個だもん、本当に。いや、スタンプ1個でしょ。ゼロ個の時はなかったし、なんならだってね、はるちゃんだから、いけるいける。はるちゃんに頼ってるよ私は。いけるいける。ね、今宵月明かりの満ちる頃、あなたの心をいただきに伺いますだって。あれじゃん、怪盗キットじゃん。てか、次何の教科やるんや、それな。無双法が月末だと翌月の日程がギリギリまで分かんなくてきついのです。この間匂わせしました、この間の配信。この間の配信匂わせしました。13日開けとくといいことありますよって。はい、てててててて
応12月までのナソホの日程は決まりそうです。ニュアンス毎月してほしい。確かにそうね、時間も含めて、時間も含めてか、それはもうほぼ答えになりますよ。はい、昼か夜かだけでも、昼でも夜でもねえわ。昼でも夜でもねえ、あれは昼というのか。私昼って13時ぐらいまでを昼だと思ってんの。まあよ、飲食店ではランチタイムではあると思うよ。ランチタイムって大体さ17時までとかじゃないですか。で17時以降はディナータイムじゃないですか。だから17時までをランチタイムって思うと、じゃあランチタイムだって思うの。でも一般的なさやつだとさ13時ぐらいまでじゃない、お昼食べるのって。13時まで、遅くても14時じゃん。だから昼でもないじゃん。だからって夜でもないじゃんね。まあいつもの時間帯ぐらいですよ。だいたいそれぐらいです。はい、いつもだいたい14時からか15時からかじゃないですか。そのどっちかです。はい。それぐらいもだいたい目安にしてるんですよ、ナソホって。遠くからこう来る方でも余裕で帰れるぐらい、来やすい時間、遅すぎない時間みたいな感じで帰れる時間でやってるんで、それぐらいを目安にやってるんで、そうじゃないことなかなかないかな。別現場の座れ回せるのでありがたいのです。どうもどうも。今月15時じゃなくて14時からだったらいけた。あら、なんかね、やっぱワロップさんの空いてる時間とかの調整になっちゃうので、そう、兼ね合いになっちゃうから、だからまあ大体14時か15時かのどっちかの開始になるかな。そうじゃない時はあんまりないと思う。基本その時間帯になってる。希望が、第一希望がその辺なんで、第一希望14時ぐらいからなんだけど、私的にはちょうどいい。ワルプというか兄さんのスケジュール、確か兄さんのスケジュールもあるけど、一番はその箱の時間なんで、箱の時間と兄さんのスケジュール、そして私たちのスケジュールって感じですかね。って感じです。待って、配信めっちゃしてるね。ちょっとセリフを覚えなきゃだし、覚えなきゃっていうか練習したいし、部屋の片付けもしたいので、ちょっと配信終わりにしようかな。久々に映像にしたね。遅すぎず遠くからもう帰れるようにって気遣いが違うし、いや、そりゃそうするよ。そうする、そうする。よし、じゃあ男女見ます。
13位ハブトゥーセーブさん、13位ハブトゥーセーブさん、12位マカルートさん、12位マカルートさん、11位ディエマさん、11位ディエマさん、10位ナリスタさん、10位ナリスタさん、9位ペンギンさん、9位ペンギンさん、8位もち猫さん、8位もち猫さん、7位たくみくん、7位たくみくん、7位じゃない、6位ヘラヘラショータさん、6位ヘラヘラショータさん、5位ナチュラルさん、5位ナチュラルさん、4位トイキーさん、4位トイキーさん、3位アメちゃん、3位アメちゃん、2位ワイヤットさん、2位ワイヤットさん、1位リナオさん、1位リナオさん、ありがとうございます。はい、ということで久々にね、なんか映しての配信だったんですけど、すっぴんで失礼しますね。はい、また配信できる時にしますんで、よろしくお願いします。ではでは。